リオリンピックで日本人選手によるメダルラッシュに沸いたスケートボード。メダリストが新潟市のスケートパークを訪れ、圧巻のパフォーマンスを披露しました。新潟市のエアマンスケートパーク、こちらに登場したのがパリオリンピックスケートボードストリート銀メダリストの赤間凛音です。もはや日本のお家芸とも言われるスケートボード。赤間選手はオリンピック前にも自宅のある宮城県仙台市から新潟を訪れ、技術を磨いていたといいます。この日は、うわ難しいやつ、それあれはオリンピックでやってました。オリンピックでも成功した高難度のトリックを次々と披露。訪れた人たちはメダリストの圧巻のパフォーマンスを楽しんでいました。イベントの最後に今後の目標について聞かれた赤間選手は、オリンピックでは金メダルに一歩届かなかったので、4年後のロサンゼルスオリンピックでは必ず金メダルを取りたいと思っているので、皆さんをよろしくお願いします。目指すはさらなる高み。新潟の地でも練習に励む赤間選手に期待がかかります。